はい、どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそ。ということで今回はこちらプロスペースやっていきたいと思います。ということで今回はね、こちらゴールドチケット、ゴールドチケットじゃない、契約書とか、まあ A ランク契約書とか、まあいろいろあるのでね、全部ね、まあ11枚引いていこうかなと思います。とりあえずやっていきましょう。まあとりあえずね、やっぱね S ランクが、まあ、久しぶりに欲しいですね。最近来てないんでね、やっぱり、まあといっても普通に B ランクなんだけどね、なかなか出ないですね。まあ前がね出すぎたっていうのもあるけど、最近はちょっとね全然見てないですね。30連、いや下手したら40連ぐらい出てないのかな。全然出た記憶がないので。お、 A ランクあるよ。ああだよね。出ても A ランク、 S ランクはやっぱなかなか出ないですね。ちょいちょいゴールチケでね、最近出たっていう報告もまたま聞くんですけどね、出ないね。演出は渋い。いや、やっぱシルエットがなくなったからね、その期待感、それいきなり来ちゃうから、今まではもうシルエットで、まあ、S ランクがいる選手だったらまだ期待できたじゃないですか。だけどもう、お、 A ランクだね。期待できていたけど、まあ今回からシルエットがねなくなった、でもいきなり来ちゃうんでね。まあ、お、あれ、あ、あ、だから A ランク多いね。 A ランク3枚目かな、3枚目だね。ギャレット、ギャレットめっちゃ出てるな、なんか。はい、ということであと2枚かな、ゴールチケはで、あと 10% だっけ、 10% 1�枚と A ランク2枚。さあ、ボールすら出ないからね。もうボール出なかったら多分もう絶対 B なのかなと僕は思ってますけど、どうなんすかね。さあ、はい。まあでもなんか何枚、8枚か、8枚中3枚が A だったね。まあそれ A 率は高かったね今回。まあとりあえず A ランク契約書ねから引いていきますけど、漏れる、はいはいはい。ってことはまあ確定で、今回11枚中6枚は絶対 A なのか、 A 以上だね。もうまあまあ A 率は良かったね。まあ特訓には使えますけどね。まあ本当は S ランク欲しいですけど、まあ A もね、まあ、なかなか使えるのでね、特訓にはまあいいかな、仕方ない。最後 10% ね引いていきましょう。欲しいね、やっぱ何でもいいから S ランク欲しいです。いきましょう。なんもない、うわー、物もない。はい、ということで高山、はい、という感じでね、もう今回はねこんな感じでね引きましたけどね、やっぱね出ないですね、全然出ないです。まあね、最近全然ゴルチ券もないしね、 S ランク確率系の契約書のね引き運もなかなか悪いんでね、またねいい引きをしたいんですけどね。という感じでね、今回はゴルチケ8枚んちゃ8枚8枚と A ランク契約書1枚と、確率 10%S ランクね1枚引いてみました。皆様ね、まあ何枚か貯めてね引いてみてください。という感じで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。